こんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはこちらでございます、プレミアムバンダイ限定 SH フィギュアツイーズでございます。はい、ついにね、SH フィギュアツ、仮面ライダーの変身前というか、登場キャラクター、人間の登場キャラクターの SH フィギュアツ、一番最初が本郷武史、二人目がダンクロトシンと、シン・ダンクロト、そしてアンクと続きまして、ついにですよ、女性としては初のね、リアルな SH フィギュアツとして、イズが発売しました。嬉しいですね。やっぱゼロワンの横に立たせるのっていうのは、本当にイズであるべきだなと個人的には思っていたので、こうやって SH フィギュアツが本当に嬉しかったです。このイズですがね、例年の仮面ライダーシリーズではありえないぐらい、こう、たくさんグッズが出てるぐらい人気なキャラクターなんですよ。いやもうこんなにすごい商品化されるほどの人気なヒロインっていうのは今後現れるのかなってぐらい可愛らしいキャラクターですよね。ということでね、早速、外箱の方を紹介して中身の方見ていきたいなと思います。まずパッケージはイズ写っております。可愛いですね。しっかり、写真も写っております。横には秘伝インテリジェンス。で横も SH フィギュアツイズ秘伝インテリジェンス写ってますね。で上はこのようになっております。反対もこのようになっていて、後ろ。はい。こちらね、ちゃんとテレビシリーズなのでね、登場していたポージングもしっかり再現できますよということで、01とのね、一緒に飾るのもいいですよっていう風に。で、01の、俺だっていう時の手首もここにボーナスパーツでついていますよということで。いやー、01買った方もね、非常におすすめなセットとなっているので。それではね、早速中身の方を開けて本体見ていきたいなと思います。はい、ということで、中身の方確認していきたいなと思います。まずは取扱説明書、そして本体でございます。あー、よかった、当たりです。今回も当たり出ました。よかったよかったよかった。あ、眉の位置も完璧ですね。よかった。いやね、やっぱ人間の SH フィギュアってちょっと印刷ずれがあったりとかいうのもよく聞いたりするんで、すごくね、やっぱ毎回開けるとき不安になっちゃう要素なんですけどね、今回よかった、無事です。無事、めちゃくちゃ綺麗です。普通の顔も綺麗ですしね。笑顔の顔もしっかり綺麗でした。うわー、よかった。めちゃくちゃ嬉しい。すごいリアル。よかった。めちゃめちゃ可愛いですね。いやー、よかった。嬉しい。ちょっとね、なんて言うんでしょう。ちょっとね、顔で心配、顔のね、プリントのズレとか心配しちゃうっていうのは SH フィギュアツ、やっぱり大変かもしれないですが、高い買い物なんでね、その辺の検品だったりする部分も、皆さんにね、いいものが均等に届くように頑張ってほしいな、なんて思ったりもします。ということで、パーツ一覧確認していきたいと思います。まずは開き手。そして、アルトじゃないとのポーズ。そして、アタッシュカリバなどの、物を持つ手首ですね。そして、エイムズの時の手首ですね。こちらもまさかの付属ということで。そして、こちらもね、アタッシュカリバーを持つための手首ですかね。はい。何かをね、こう、持つための手首ですかね。そして、普通の、ポーズをつけてる時の手首。そして、普通の開き手ですね。こちらがついております。ライジングホッパーの俺だの手首。そして、笑顔パーツとなっております。いや、よかった。とにかく安心しました。ということでね、早速開けて、本体のね、感じを見ていきたいなと思います。はい、ということでね、中身の方開けさせていただきました。すごいですよね、この独特の服の、状態もしっかり再現されております。いやー、顔が本当に綺麗でよかったです。めちゃめちゃいいんですよ顔。いやー、すごいですね。こう見ても本当に本物に見えますよね。こう鍵をつけても鍵をつけなくても、こうすごいですね。本当横から見ても本物に見えます。いやー、嬉しいな。本当に嬉しいです。服のね、このカラーリング、ちょっとこの、なんて言うんでしょう、パールがかった、この布の感じもしっかり、塗装で再現されております。このグリーン、ちょっと明るめのね、メタリックグリーン、こちらも完璧に再現されております。スカートパーツね、ちゃんと、革質パーツなので、足動く際の邪魔にはなりません。はい。ということでね、ネイル部分、これもね、全部のね、手首しっかり再現されております。反対側のね、バーコード、こちら、しっかり、印刷で再現されています。いいですね。で、リボンパーツ、これもちゃんとね、カラーリング塗り分けて再現されております。腰の部分もしっかりね、間質パーツで動くようになっていて、こちら、前のスカートパーツも、ちょっとだけですけど、こういう風に、ちゃんと稼働してくれるので、足もしっかり動かすことができます。もちろんこのスパッツ部分の
この塗り化け、これもしっかりできております。この独特なシューズ、こちらね、ちゃんと穴も開いていて、ちゃんと造形できております。すごいですね。もう体の本当上から下までしっかり、イズ表現できてるフィギュアなんじゃないかなと。個人的にはこう発売したイズのフィギュアの中でやっぱり SH フィギュアツダントツにクオリティ高いもの出してくれましたね。いや安心ですよ SH フィギュアツ。はい、ということなんでね、早速ね全身の方しっかり紹介の方できましたので、イズのポージング参戦、こちらをやっていきたいと思います。それではまず一つ目は、いつも、パッケージにもありますよね、手をね前に置いてるポーズをしているこのイズ、こちらを再現していきたいなと思います。はい、ということでね、一つ目のポージング、いつも構えてるポーズのイズですね、こちらを再現させていただきました。こちらをねポージングする際のコツは、もちろんね前で手を組むということも大事なんですが、正面というかはちょっと斜めっぽい、首がちょっとこっちに傾いてるの分かりますか。こういう感じでポージングをつけていただくと、このイズのしなやかさな感じ、これをしっかり再現することができるんじゃないかなと思います。足もしっかりね、この兜のようにというわけでもないですが、スタイリッシュな、ね、こう立ち方、こちらを意識してポージングさせると、フラッとした感じ、スタイリッシュな感じをイメージしてポージングしてみてください。そうするとね、イズらしさのある、可愛らしいポージング自然と決まっていくんじゃないかなと思っております。それではね、二つ目行ってみたいと思います。二つ目はアタッシュカリバーをね持っている時のイズ、こちらね再現していきたいなと思います。はい、それでは二つ目、アタッシュカリバーのアタッシュモードをね、持つイズ、こちらの方ポージング再現させていただきました。こちらの方ね、足の方は一つ目と同じく、スラッとしたね、立ち方を意識していただくのと、基本的にはあとポーズ、手のポーズですね、こちら専用の手首があるので、それを使って、このように持たせるっていう部分を再現してみてください。普通にねこう持っている、のではなく、こう見せる感じで持たせるっていうのがイズにこう持たせる際には大事なポイントになってくるんじゃないかなと思っております。で、持たせるものをの正面をしっかり見せてあげることをにしながらポージングをつけていただけると、このようなポージングすることができると思います。リアルですよね本当に。はい、ということなんでね、ラストのポージングいきたいと思います。ラストのポージングはね、もうあえて温めていました、もう一つしかありません。アルトジャンナイトを行ってみたいと思います。はい、ということで3つ目のポージング、アルトじゃないと、こちら再現させていただきました。こちらの方のねポージングのコツは、左手はもちろんいつものポーズをしているんですが、ちゃんとアルトじゃないとのポーズ、この手首をしっかり前に突き出して、そして目線もしっかり合わせてあげる、下半身は変わらず、いつね立ってるポーズ、こちらをねしっかり再現していただけると、このようにねアルトじゃないとを再現することができます。可愛いですよね。しっかり再現できております。どんな角度から見てもしっかりイズです。はい。アルトじゃないと、もしっかりできていますね。これでね、ぜひね、01と一緒にね、飾っていただくことももちろん、イズ好きな方はこれを単体で楽しんでいただくのも間違いなくいい一品ではないのかなと思っております。本当にね、いい商品です。仮面ライダー01を語る上でこのイズというキャラクターは絶対欠かせませんので、01が好きな方はもちろんのこと、イズが好きな方、またはね、女優さんのこの鶴島奈央さんが好きな方も、ぜひね、おすすめできる一品なのかなと思っております。非常にね、満足度高いので、私もね、棚でね、大切に飾ってあげたいなと思っております。ということで、本日の動画はここまでとさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ!アルトじゃーん!ナイトー!